ジョーペ氏は、アメリカ合衆国の俳優、ニュージャージー州ニューアーク出身、イタリア系アメリカ人、1990年のグッドフェローズでアカデミー助演男優賞を受賞した。身長158センチメートルと小柄ながら、噛んだかいしゃがれ声と独特の発音を活かした演技で、得意な存在感があり、勧誘とも言われる存在である。暴力的な役柄で実力を発揮し、 マフィアの構成員を演じた、グッドフェローズでアカデミー助演団優勝を受賞したほか、ワンスアポ o アタイムインアメリカ、カジノなどでマフィアを演じ、暴力的なイタリア系マフィアの役がタイプキャスト化しているが、いとこのビニーや、ホームアローンシリーズ、リーサルエポンシリーズなどでは、コメディセンスも発揮するなど、演技の幅は広い。同じイタリア系のロバート・デ・ニーロとは非常に親しく、 デニーロが監督と出演を務めたグッド・シェパードでは8年ぶりの映画出演を果たした。2011年には出演予定だったゴッティイン・ザ・シャドウ・オブ・マイ・ファーザーを交番させられたとしてプロデューサーを訴えた。2019年、マーティン・スコセッシ監督作品のアイリッシュマンで9年ぶりにスクリーンにカムバックを果たし、実在したマフィアのボスを演じて、 アカデミー助演団優勝にノミネートされた。ゴルファーとしてプロツアーに参戦したほか、ブリーダーズカップディスタフで勝利を収めたラウンドポンドなどのバッシュでもある。俳優になる以前の若い頃からシェリーで世界的に有名なバンド4シーズンズのメンバーたちと、親しくバンドでほとんどの作曲を手掛けているボブゴーディオは、ジョーの紹介で無名時代のバンドに加入したとされており、 これは、クリント・イースト・ウッド監督の映画、ジャージー・ボーイズの中でも描かれている。吹き替え版では、青野武士と日浦務が専属で担当をしている。ありがとうございます。